Hello everyone, thank you for listening. This is Azumi's Easy Japanese Small Talk. Today, I read the NHK News F Web News Web Easy article. Death of dairy cows due to the record heat. Already, that's been said. Let's begin. こんにちは、あずみです。今日は9月23日土曜日、あずみ's Easy Japanese Small Talk は第522回目です。今日読む記事は、暑い日が続いて牛がたくさん死んだという記事を読みます。お楽しみに。はい、9月ですね。日本はまだ暑いですか？どうですか？オーストリアは暑いですか？いいえ、暑くないです。はい、扇風機を直しましたか？扇風機をまだ使っていますか？私は昨日一つ直しました。でもまだあと一つあります。あ、日本今日はすごく涼しいですか？なるほど、わかりました。はい、この記事は、今年の夏暑かったねという記事なんですけど、暑いからこんなことが起きましたということですね。はい、どんなことが起きたのか一緒に記事で見ていきましょうね。暑い日が続いて牛がたくさん死んだ。とても暑い日が続いた7月と8月、青森県東北町では牛乳や牛肉を生産するための牛が70頭以上死にました。去年の同じ時の2倍です。240頭以上の牛を育てている農場では、扇風機を使ったり、細かい霧のような水をかけたりしました。しかし、4頭が死んでしまいました。立つことができなくなったり、子供が生まれにくくなったりした牛も10頭ぐらいいました。他にもたくさんの牛の具合が悪くなったため、この農場で7月と8月に生産した牛乳はいつもの年より36トン少なくなりました。農場の人は、暑い日がこんなに続いたのは初めてで、どうしたらいいかわかりませんでした、とても残念ですと話しました。はい、写真を見てください。何ですかこれは。はい、1、2、3、4、はい、これは牛です。はい、この写真の中に牛が4匹います。でも引きでもいいんですけど、引き以外にどうやって数えますか？牛をどうやって数えますか？4匹じゃなくて4頭ですね。じゃあ読みましょう。暑い日が続いて牛がたくさん死んだ。続く。はい。今日も暑い、明日も暑い、明後日も暑い。これが続くですよ。続くと言いますね。はい。はい。死ぬ。死ぬ。はい。そうですね、死ぬは何ですか？死ぬというのはですね、今日動いてたのに明日動かない、ああもう話せない、はい、死ぬですね。命、死ぬです。はい、じゃあ一つ目の文。とても暑い日が続いた7月と8月、青森県東北町では牛乳や牛肉を生産するための牛が70頭以上死にました。
はい。サブジェクトはわかりますか？サブジェクトは何ですか？動詞はどこですか？もちろん動詞は最後ですね。死にました。はい。何かが死にました。何が死にましたか？はい。牛が死にました。牛が死にました。はい。牛、どれぐらい死にましたか？はい。牛の量ですね。牛の量。牛はどれぐらい死にましたか？はい。量は、そうです、そうです。はい。ウォンさん、こんにちは。量は、頭を使っていますね。70頭。はい。引きを使うときもあるんですけどね。頭。大きい動物だから頭を使うんですよ。他にはどんな動物に頭を使いますか？はい。わかる人書いてくださいね。はい。牛？それから、多分ね、豚いいですね。はい。多分ね、羊。羊シープ。それから、もちろんこれですね。これ。はい。誰か出るかな？馬ですね。馬も頭を使います。大きいですからね。はい。はい。じゃあ、牛が70頭以上死にました。はい。70頭以上死にましたというのは、70頭よりたくさんです。あ、ゴリラもいいですね。はい。ゴリラも頭でいいですね。はい。70頭より多いということですね。でもね、ここ注目してください。70頭以上。はい。パーティクルないですよ。はい。量はパーティクルつけません。牛が70頭死にました。でもいいんです。もしちょうど70頭だったら、牛が70頭死にました。でも70頭より今回は多いですね。だから70頭以上死にました。どんな牛ですか？はい。何かを生産するための牛です。はい。生産するための。ための。はい。これ、目的でしたね。はい。生産する目的の牛。何を生産しますか？はい。オパルコ。牛乳や牛肉。はい。どうしてやパルコを使いますか？牛乳と牛肉だけじゃない。もっとある。はい。生産するための意味は何ですか？はい。いい質問ですね。生産というのは、はい。どんな漢字を使っていますか？一つ目、生。これは、産むです。産む。To give a birth。はい。じゃあ、二つ目の産は何ですか？産。これも実は、産むです。はい。産むと言います。これはね、本当にプロデュースって感じなんですけど、例えば、はい、人間は、動物は子供を産みますね。はい。人間が子供を産むとき、この漢字を使います。はい。あの人は、昨日、子供を産んだ。はい。この生産の産を使いますね。あの人は昨日子供を産んだ。でもね、基本的には他の動物だったら、あの牛は昨日子供を産んだ。普通の動物だったら、一つ目の産を使います。あの牛は昨日子供を産んだ。はい。はい。漢字が見たい人は、よかったらね、ビデオバージョンでチェックしてくださいね。ビデオバージョンでもエピソードを見ることができる。次。去年の同じ時の2倍です。はい。去年の同じ時の何？はい。去年の同じ時の死んだ数ですね。はい。死んだ数。はい。去年はじゃあ何匹死んだんですか？去年何匹死にましたか？はい。私はまた引きを使ったね。何頭死にましたか？去年何頭死んだ？わかるかな？正解です。はい、皆さん。違いますよ。去年の、140匹じゃないですね。はい。去年の同じ時の2倍なんでしょう。この数が2倍ということは、はい。去年は35。今年が大丈夫、恥ずかしくない。頑張ったよ。今年が70頭なんです。大丈夫ですよ。全然大丈夫です。半分ぐらい140頭って思ったよ。
240頭以上の牛を育てている農場では、扇風機を使ったり、細かい霧のような水をかけたりしました。うん。はい。ブワブワわかるよね。水をかけたり、はい。扇風機を使ったりした。はい。誰？はい。これね、サブジェクト。ないですね。はい。でも、誰がサブジェクトかはすぐわかる。はい。農場ではって言っているので、農場の話。農場は何ですか？はい。農業をするところ。それから動物を育てて。はい。農業だけじゃないね。なんて言うんだっけ。忘れたな。牛肉を作ったり、鶏肉を作ったりする。家畜をするところを農場と言います。だから、サブジェクトは農場の人です。農場の人は、はい。こんなことをしました。扇風機を使いました。はい。細かい霧のような水をかけました。はい。こんなことをした。はい。他にもしたことがあるから、たりたりするを使っていますね。はい。どんな農場ですか？はい。240頭以上の牛を育てている農場です。はい。育てる。何でしたか？育てる。育てるわね。まあ、普通に言うとね、raise だよね。うん、子供を育てると言いますね。子供を育てています。子供を育てていません。はい。でも動物も大きくしてるんだったら、はい。で、子供を育てています。何ですか？子供を大きくしてるんです、はい、大きくしてるんですよね。だから牛を育てているというのは、牛を、はい、小さい牛を大きくしてるんです。はい。ですから、ちょっと飼ってると違いますね。牛を飼ってる。はい。だから、大きくして何かしたいんだよね。はい。もしね、何かする目的がなかったら、飼ってるでいいです。でも、育てるということは、大きくして何かしたい。何をしたい？もちろん、生産したいんです。うん。はい。でも、例えばね、あ、これは私のペットの牛です。というときは、牛を飼ってるんですと言いますね。はい。別に大きくする必要はないですし、生産しません。はい。飼う、育てる。次行こう。しかし4頭が死んでしまいました。はい。死んでしまいました。はい。この文法、てしまう、どうしててしまうを使いましたか？ verb てしまうですね。はい。てフォームにしまうをつけます。どうしてしまうを使いましたか？はい。理由は、計画してません。死ぬと思ってませんでしたですね。 unplanned event。 はい。じゃあ、てしまうはカジュアルになります。カジュアルになるとどうなりますか？はい。死んでしまうは死んじゃうになりますね。はい。でも普通、例えば使うだったら、使ってしまう、使っちゃう、食べてしまう、食べちゃうになりますね。次いきます。立つことができなくなったり、子供が生まれにくくなったりした牛も10頭ぐらいいました。おお、立つことができなくなる。子供が生まれにくくなる。はい、今日も出ました。トランジッションなる。はい、はい、もうね、大好きだよね、この文法が。はい、何々になる、何々くなる。はい。今日は何になった？できなくなった。はい。立つことができなくなる。はい。例えば、立つことができなくなる。ネガティブなので、何も使ってません。もし、ポジティブ。立つことができるだったらどうなる？はい。立つことができる。ようになる。ようにを使いますね。立つことができるようになる。はい。ネガティブだったら簡単。いいアジェクティブだから。立つことができなくなる。くを使えばいい。でも、ポジティブだったら、にを使わないといけないから、ようがいりますよ。立つことができるようになる。はい。子供が生まれにくくなった。はい。生まれる。はい。give a birth でしたね。産む。生まれるは、産む。transitive。何々を産む、子供を産む。はい、ここはこうです。子供が
生まれる。はい、イントランジティブですね。子供を産む。子供が生まれる。はい、ペアになってます。トランジティビティペア。はい、子供が生まれにくくなったりしました。これはグラマーですね。はい、バーブステム。にくい、何でしたか？このグラマー。何だった？はい、バーブステム、にくい、安い。簡単だよ。難しいよ。はい、にくいは難しいです。はい、生まれるのが難しくなったんです。はい、はい、そんな牛がね、10頭ぐらいいました。はい、他にも、たくさんの牛の具合が悪くなったため、はい、具合知ってますか？具合知ってる？具合。具合ね、とってもいい言葉だね。あのね、コンディションです。だから、例えば体調、そうそうそう、優勢さん、さすがですね。調子のこと。調子、体調。うん。はい。で、調子とか体調のことは具合と言います。特に、健康の話をしているときによく使う。健康の話。具合を使います、うん、でも普通にね、別に健康のことを聞いてるんじゃないんだったら、あずみさん調子はどう？調子はいい？ストリーミングの調子はどう？ポッドキャストの調子はどう？でいいよね。ポッドキャストの具合はどうは変ですよ。ストリーミングの具合はどうも変ですね。はい、具合は健康の話。うん、はい、体のコンディションだね。はい、牛の体のコンディションが悪くなった。はい、ここもなるだよ。はい、いいアジェクティブ、悪い、悪くなる、悪くなった。ため、この農場で7月と8月に生産した牛乳はいつもの年より36トン少なくなりました。ほら、また来た。少なくなる。はい、少ないプラスなる。少なくなる。はい、少ないの反対は？反対だったら多い。はい、なるを使って多くなる。はい、よくできました。はい、この農場で、生産した牛乳、はい、さっき言ったよね、作ったの。生産するは作るだよ。はい、作ることです。でもね、生産するっていうのは売るために作ることです。だから、お家で例えば、あ、昨日うちでケーキを生産しました。言いませんね。どうして？多分売ってないよね。え、売ったの？と私は思います。はずみ先生、昨日うちでケーキを生産しましたと言ったら、え、売ったの？売れましたか？はい、売るときは生産するを使いますよ。はい、いつもの年よりね、36トン、すごい多い量ね。1トンは1000リットルですね。1トンは1000リットルだから、あの36トンって本当にたくさんの牛乳ですね。農場の人は鍵括弧と話しました。暑い日がこんなに続いたのは初めてで、どうしたらいいか分かりませんでした。はい、暑い日がこんなに such long、 はい、こんなに、はい、ごそわど言葉ですね。ごそ、あ、ちょっと待って。ゆうせいさんの質問。はい。生産する、売らないときは何を使えばいいですか？もちろん、作るを使ったらいいですね。はい。昨日ケーキを作ったんです。もちろん、ケーキだったら焼くでもいいです。もっと、ディレクトアクションですね。はい。作る、焼くを使ってください。プロデュースでも、そうだね。うんうん。いい質問でしたね。はい。暑い日がこんなに続いたのは初めてです。ごそわど言葉覚えてますか？こんなに、そんなに、あんなに、どんなに、はい、こう、そう、あ、ど、セットで覚えてください。はい、すごい続いた、こんなにっていうのは、with you ですね。今、喋ってる人の今の話だから、こんなにです。で、例えばね、私が農場の人に、はい、ビエナはこうでこうでこうで、こうだったんですと説明したら、そんなに暑かったんですか。となりますね。例えば私とこの農場の人がテレビを見ていて、ああ、アメリカは暑そうですねって言ってらという話だったら、あんなに暑いのは嫌ですねになりますよ。はいはい、どうしたらいいか分かりませんでした。はい、ちなみにどう、これもコスワード言葉ですね。はい、じゃあ復習しましょうか。コスワードのコ、
こうしてください。こう言います。そうしてください。そうです。そうです。そうなんです。はい。次。ああ、言ってましたよ。ああ。ああ、なりたくはないですね。最後。どうしたらいいかわかりません。はい。皆さんいいですね。はい。どうしたらいいかわかりませんでした。とても残念です。はい。残念。はい。いいですか？ソーリーなんですよね。ソーリーなんです。でも、ごめんなさい。使いませんね。どうして？農場の人、悪いことしましたか？してません。でも、I'm sorry that happens ですよね。だから、残念な。なアジェクティブを使いますよ。残念です。とても残念です。はい。謝らないとき。はい。残念なを使ってください。残念ですを使ってください。うん、だからね、この人が悪いことをしてたらすみません、ごめんなさいですよね。悪いことしましたか？しませんでしたね。はい、暑かっただけです。暑い日が続いてしまった。はい、てしまを復習しますよ。続いて、てにしまを使うんですね。暑い日が続いてしまって、牛がたくさん死んでしまったから、生産する牛乳が少なくなってしまったというニュースを読みました。皆さんよく頑張りましたね。はい。残念。悲しい気持ちを伝えるニュースです。その通り、牛さんたち、かわいそうですね。はい、残念。本当に悲しいという気持ちが、農場の人からわかります。あ、まあ、悲しくないかもしれないけどね。その、売る。生産する牛乳が少なくなったから悲しいかもしれないし、もちろん育てている牛が死んだから悲しいかもしれない。とにかくとても残念、うん、残念です。そうですね、はい、何で死にましたか？熱中症ですね。熱中症です。はい、熱中症。この記事は何のサイトですか？はい、この記事は NHK ニュースウェブイージーですね。ニュースウェブイージーで調べてくださいね。すぐに記事を見つけることができますよ。でもこのタイトルを入れるとすぐに、もっとすぐに記事を見つけることができますよ。暑い日が続いて牛がたくさん死んだというニュースでしたね。はい、そうそう、人間もたくさん死んだ。牛もたくさん死んだ。うん、とても暑い日が続いたんですね、今年。うん、だから、ほら見て、みんなはどうする？みんなはエアコンを使う。でも牛はエアコン使えますか？使ってないね。うん、扇風機と細かい霧、これ水ですね、水ね。うん、それだけ。だから死んじゃったというニュースでした。はい、皆さん今日もよく頑張りましたね。聞いてくれてありがとう。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。